フェミナ賞は、コンクール賞、ルノー・ド賞、メディシス賞、アンテラリエ賞と並んで、フランスでの最も権威ある文学賞の一つである。1904年に、女性詩人、アンなどの愛ユの提唱により、女性向け雑誌、ラビー・ウールーズの女性寄稿者22人により、創設された。1904年のコンクール賞で、女性作家、ミリアム・アリーが、 候補に上がっていたにもかかわらず、男性作家レオン・フラピエが受賞したために、ミソジニー的なゴンクール賞に対抗して制定された賞である。実際、女性初のゴンクール賞受賞者は、エルザ・トリオレであり、40年後のことである。毎年、最も優れたフランス語の3文もしくは試作品に贈られる。11月の第1水曜日に、パリのクリオンホテルで、 女性審査員10人によって選出される。この賞は、当初は、アシェットリーブル社の雑誌、ラビー・ウールーズの名前から、ビン・ウールーズ賞と呼ばれ、1904年12月4日に20名の女性からなる審査員により初の授与が行われた。アンナド、ナイユ、カロリーヌ・ド・ブルテルのほか、ピエール・ド・クール・バン夫人、ジュリア・ドーデ、ジャンヌ・メット、ルシー・フェリックス・ホール・御用、 ルシード・ドラリュー・マルドリュス、ジャンヌ・デュラフォア、マリー・デュクロー、クロード・フェルバル、ジュディット・ゴーティエ、アルベード・バリーヌ、テレーズ・バンゾン、ジャンヌ・ロワゾー、ジャンヌ・マルニ、ジョルジュ・ド・ペール・ブリューヌ、マルグリット・パラドースカ、ガブリエル・レバル、セブリーヌ、マルセル・ティナイエール、ジュリエット・アダム、ジャンベル・トロワであった。ラビウールーズ第1号表紙1901年に、雑誌、フェミナを創刊した。 ピエール・ラフトとアシェット社が連携する。1922年にフェミナ賞に解賞し、審査員は12名とした。合衆国広場8番地のラ・ロシフ公公爵家の邸宅は、数十年にわたってそのサロンに、エドメド・ラ・ロシフ公が、パリ中の文学、思想の名詞たちを集めたことから、アカデミー・フランセーズの控え室という評判を得る。サロンの女主人は自ら、 フェミナ賞の審査委員長を長年務めた。在任中の1953年には日本女性を主人公とした日系フランス人、菊山田のうるわしの夫人を広報に推薦している。娘のソランジュ・ファスケルも生涯審査員を務めた。2019年現在の審査員は、カミー・ユ・ロランス、クレイル・ガロア、ポーラ・ジャック、クリスティーヌ・ジョルディス、モナ・オズーフ、ダニエル・サルナーブ、 シャンタルトマ、アンヌ・マリーガラ、ジョジアーヌ・サビニオエブリーヌ・ブロックダノの10人である。1998年までは、フェミナ・バカレス・コシという名称であった。ありがとうございます。